松山市北条辻のハートインタッチヒーリングセンターで設立記念イベントとしてヴィレッジマルシェが行われました。このセンターは今年の7月末に完成した地域密着型レンタルルームです。資格を取った人や趣味で講師になった人たちなど自分のやりたいことや得意なことを生かして働ける場として一般の人たちに利用してもらおうと設立されました。この日は地元の主婦やセラピスト、イラストレーターなどさまざまな資格や趣味を持った約20名の出展者による体験ブースやマリンスポーツ体験、バーベキューなども行われ、来場者たちを楽しませていました。3室の小さなレンタルルームと、あとセミナールームも完備しています。私自身が全国で心理学やヒーリングを教えて回っていて、もう本当にあちこち行くのに疲れてしまいまして、そろそろ一箇所でできれば逆にもこちらに来ていただこうと思いまして、今回この素晴らしいヒーリングセンターが建ったんです。本当にいろいろですね、ヒーリングされる方、アロママッサージをされる方、エンジェルセラピー、エンジェルボードっていうのをされる方、あとマヤ歴であるとか、あとコーチングもありますし、もう本当に様々です。だいたい8時9時から、6時7時ぐらいまで、その時々に応じまして、ニーズに合わせた使い方をしていただけるようになってますし、例えば、一棟借り切りでリトリートというものも、開催できるような形になっています。特に制限は設けていないんです。だけど一応、イベントをされる場合、どのようなイベントをされるのか、見るからに怪しげなものでも OK ということではなくて、一応、人々の心と体に働きかける、ものであるならば何でもという形です。たくさんの方の、個人セッションであるとか、自分自身個人起業をしていかれる方、これからたくさんいらっしゃると思うんですね。その時にその場所がないとか、ちゃんとした施設が欲しいとか、そういう方たちのニーズに合った、施設として、提供していけたらなと思っております。談話室もありますので、談話室は一般の方でもいつでも、ちょっと休憩にいらしていただけるように、作っております。ぜひぜひ遊びにいらしてください。マッサージやエステなどにも使える個室セッションルーム、また国産の天然木材を使用したオーダーメイドの木のキッチンなど、さまざまな教室に対応した部屋が用意されています。看板猫のまるちゃんも出迎えてくれるハートインタッチヒーリングセンターで自分の教室を開いてみてはいかがでしょうか。